こんにちは、ダディチャンネルのマミーと息子ちゃんです。はい、今日はですね、皆さんこちらのご紹介になります。マクドナルドのハッピーメイルです。はい、皆さんもご存知のピカチュウのパッケージになっています。それでは早速紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。こちらですね、実は今期間限定でポケモン25周年記念ということでマクドナルドとコラボされて、なんとですね、このハッピーミールの付録品がですね、ポケモンのカードになっているという情報をゲットしたので、早速今日4つもね購入してきたので、早速開封していきたいと思います。やっぱりポケモンといえば息子ちゃんの方が全然私より詳しいのでね、息子ちゃんに解説をしてもらいながら開けていきたいと思います。はい、どうぞ。じゃあ早速どんどん開けていきますね。ポケモンカードはこういうやつに入って、それを開けたらこういうパッケージが入っています。で、このパッケージの中にポケモンカードが4つ、柄が違うね、パッケージの。ほら、全部とりあえず出してみよう。カードだって4つとも出してみましょう。黒2枚と青2枚ですね。はい、で、ポケモンカードとこの何が入ってるんだろう。あ、こんな、なんかいっぱい入ってるね。なになに、これは。これはなんかバックグラウンドシーンみたいな、なんか誰がどの影になってるかっていう、ちょっと遊べるような感じになってますね。で、ここで写真、あ、入ってるものが違う。ここら辺の方に色分からなくて、うん、シールが入ってる、シール入ってるけど、こっちまた違うのが入ってるね。あ、これも入ってるな。入ってますね。これに多分シールをつけて遊べるようになってるのかな。こんな感じでね。で、これが多分カードだと思います。それでは一つ目開封していきましょう。焦ったけどね。はい、出ました。はい、じゃあ紹介して。はい、じゃあ私開けていくね。ということで、一つ目のポケモンカードは、あ、名前忘れた。いいよ、英語でしたらいいんじゃない。英語の名前書いてないの。書いてる方が、うん、それ言ったらいい。マドキップとか書いてます。で、2個目のカードはテピグって書いてます。見せてね。で、3枚目はグルーキーって書いてます。で、4枚目はお、キラカードのスクロートがあります。で、5枚目がオシュワット。で、6枚目がケネキ。7枚目はまた同じのグルーキー。で、お、8枚目はキラカードのみんなで2個開封しましたね。全然私は分かりませんどのキャラクターも分かんないですよね。これはちなみに全部コモンキャラですね。あ、これ出ました。唯一私知ってるピカチュウかわいいピカチュウ出た。あと分かりません、お願いします。はい、ということでまた、うん、おしわっとで、またスコアート同じやつ、うん、あら、同じやつがあるね。で、またタートル、また、うん、キープ、またグルーキ。あー、重なってるとちょっと残念だな。お、これ3枚もある。キラカードのチュリーコ、うん、これ多分日本語だったらキモリだった気がします。うーん、はい、ということで全部で、お三15枚、15枚入ってる、15枚入ってました、
はい、これでピカチュウキラも入ってました。はい、これで全部で16枚ですね。並べといて16枚入ってました。はい、こちらねピカチュウのカードなんですけど、こちらにあるこのマーク分かりますか？ピカチュウのお顔とほっぺたに25って書いてありますね。こちらが、今回の25周年記念の限定の、カードですっていうマークらしいです。なのでちょっとそういういつもと違うねマークが入ってるのもなかなか嬉しいですよね。ついつい集めたくなります。はい、ということで16枚、こちらですね、全部出ましたけど、やっぱちょっと同じのがあると残念ですけど、でもねただでこうやって付属でねついてくるっていうのはすごい嬉しいね。覚えてない？あんまりキャラクター、どれが一番好きだった？スタンダードだな私もピカチュウは分かるんですけどね、あとのはちょっとね、映画とかもね結構見に行ったんですけど忘れちゃうね。一番好きなキャラは、まあ、ここにはないんですけど、このここのシーンで人影の進化系のリザードたちが好きでした。よくハロウィンでねコスチュームで着たよね、一回ねリザードねかわいいですね。はい、ということで今日は4つもこのカードのためにハッピーミールを買ったので、今日のお昼ご飯はもちろんこちらのハッピーミールを食べたいと思います。ポテト好きですね子供って本当ポテト好きですよね毎日食べても飽きないぐらい、いつも何がいいってポテトがいいって言うんですけどねはい、ということで今日はね、ハッピーミールを4つ買いましたけど、よくよく考えたら私ちょっと前までポケモン GO っていう、ね、アプリがあると思うんですけど、こちらの方にハマってて、いろんなキャラクターをね集めたりしてたので、よく見ると何個かキャラクター知ってるのがありましたもうね今全然ステイホームでお出かけもしないので、ね、もうやらなくなっちゃったんですけど、なんかその知ってるキャラクターが出てくると嬉しいですよねはい、ということでまだまたね、コロナの方があるので、外でねレストランでゆっくり食べることがねなかなか、望ましくないので、こういった感じでテイクアウトしてねお家でゆっくり食べるときにこういう風なコラボとかしていただくとね、子どもたちもすごく嬉しいと思うので、本当にありがたい企画だと思いました。はい、ということで今日は16枚、まだ欲しいカードもういい、まだ集めたい？そう全部揃えたいらしいです、うん、何個食べなきゃいけないんだろう私のダイエットはどちらに行くんでしょうそう、頑張ってじゃあ揃えますかはい、ということで本日は、ポケモンのカードが付録になっているハッピーミールですね、マクドナルドのハッピーミールを皆さんにご紹介しました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方はぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ラジチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。